ヨハンフリードリヒメッケルヨハンフリードリヒメッケルはドイツの解剖学者、医師、ハレで生まれた。同名の祖父、ヨハンフリードリヒメッケルであるターも解剖学者で、メッケル家は4代にわたって有名な解剖学者を輩出した家系である。マクデブルクの神学校で学んだ後、ハレ大学でクルト・シュプレンゲルやライル、父親のメッケルのもとで医学を学んだ。 1801年から1802年の間、ゲッティンゲン大学でヨハンフリードリッヒブルーメンバッハの講義を受け、1802年にハレ大学で博士号を得た。ビュルツブルグ大学、ウィーン大学で研究を続けたが、1803年に父親が没し、資産を継承するためにハレに戻った。その後、パリで比較解剖学者ジョルジュ・キュビエに学んだ。1805年に、 ライルの推薦で、ハレ大学の教授になり、1808年から、解剖学、病理学、外科、酸化学の教授を務めた。メッケルは、1000点以上に関する多くの著作を行い、エティエンヌ・ジョフルア・ワサン・ティレールと共に、その分野の創設者である。染色体劣性遺伝の疾患のメッケル症候群や、メッケル形質などについて発表した。科学史においては、 生物の進化と生物個体の発生時の形態変化の間に類似性を見る反復説の提唱者として取り上げられることが多い。また、カスパー・ボルフの構成説の論文を再発見し、その重要性を見抜いて、弟子のカール・エルンスト・ホンベアにドイツ語に翻訳させたことでも知られる。下記の医学用語は彼の名が付けられている。ありがとうございます。